USA-223 もしくは打ち上げ前の名称なロローオンチ32は2010年に打ち上げられたアメリカ合衆国の偵察衛星でありアメリカ国家偵察局が現在運用中のものであるこの衛星は2019年現在において今までに打ち上げられたスパイ衛星の中で最大のものであるというレコードを報じしている u s a は その詳細と任務は公式には機密に指定されているが、アマチュアの人工衛星観測者たちは、この衛星が、マグナム、オリオンシリーズとしては7期目、このシリーズの後期型である発展型、オリオンシリーズとしては5期目にあたる、死銀と偵察衛星の1機であると同定している。オリオンシリーズの衛星は、地上の微弱な電波信号をキャッチすることを可能にする、非常に巨大なアンテナを備えており、 市民と活動に用いられている。このアンテナの直径は100メートル程度に達すると考えられている。打ち上げられた2010年に当時の国家偵察局長ブルース・カールシンはこの衛星は今までで打ち上げられた中で最大の衛星であると述べている。USA-223 はユナイテッドローンチ・アライアンスによって ケープカナベラル空軍基地の SLC-37B 打ち上げ複合施設から打ち上げられた。打ち上げ時刻は2010年11月21日22時58分アトクであった。離陸後にロケットは東向きに飛行して正式軌道に向かった。23時5分アトクまでにはロケットのステータス情報の公式な更新は停止されている。ありがとうございます。